世界選手権金メダリスト、中京大学附属中京高校、浅田真央さんです。夢の一夜の締めくくりです。スポットライトに浮かび上がるニューワールドクイーンのアダルトカラータンゴ。というのがまた大人びてきましたね。今までああいう表情はあまりしていなかったので、ちょっとこうドキッとさせられるような感じがしますね。まあ、これもバンクーバーまでの戦い見据えたタチアナ・タラソワプロデュース。十分にそのイメージチェンジとレベルアップが図られています。ステップの力強さもいいですね。としての定めを17歳しっかりと背負って、最強日本は世界連覇へと向かっていきます。やっぱりあれですね、こうやって見ていまして、今までの真央選手とはちょっと違うなと、今までの可愛さプラス、はい、大人っぽさもこう表現力について、はい、今シーズン本当楽しみですね。ですよね。そして国分さん、はい、オリンピックの今度はその先には浅田真央アイスアリーナの建造というのも夢見てるみたいですよね。そうなんですよね。それもまだまだ先のことにはなりそうだということは言ってましたけども、はい、やっぱりこう次のね、浅田真央を探しているのかなっていうのも感じましたね。いやー、荒川さん、はい、本当に楽しみです。いや、そうですね、もう毎年毎年新しい色を見せてくれますけれども、これが発展途上だとしたらどこまでもうパワーアップしていっちゃうのかなって、もう楽しみですよね。非常にもう一つ一つの動きが洗練されていますし、もう何も文句をつけるところがあるんだろうっていう感じもしますよね。浅田真央の進化はとにかくとどまるところを知りません。